理性は、中国の人物。京松平園図理性は、中国の五代、北宋初期の山水画家、字は皆広し、青州永久圏の人、党の創出の末裔とも言われる。祖父の蘇州氏史里家内の代に永久に移り住んだことから、李永久とも言う、理由の子として生まれた。広州の建徳三年の五年に、数密史の王国に招かれて、 開封に出たものの王木が没したため、志を得ず、主官を断念したが、開封での画面は高くなった。北総監督年間に、同郷の英通るという高官が、人州の死となり、理性を招いた。理性は、一家でずつ丘に移住しそこで成居した。北総初期には、半広寺、赤道と並んで、山やか内寺とも言われ、多く薄積みの山水を描いて、 おしずみ除菌とも呼ばれ、夢切りのことしとも言われた。後、各広氏などがその画風を継承し、理覚派と呼ばれた。理性の絵画は、理性の子孫が回収してしまったためか、北宋後期、米仏の時代ですら、すでに親戚は、ほとんどなく、米仏は、無理論を作りたいとさえ述べている。模写や流派作で、理性の画風を推定するしかない。その画風を、 最もよく伺えるとされる伝説作、京松平円図は、日本の清志懐堂美術館が所蔵している。新潮末期の陳須劇、大設計を経て、山本帝次郎が入手した。両寧小博物館所蔵のモリン園茎図館も、かなり理性の画風を伝えていると考えられている。また、米国ネルソンアトキンス美術館のハレラン商事図は、 李政作との伝承を持つ、むしろ、宋時代の反広派の作品だと考えられている。ありがとうございます。